アークスはフォトンを扱える存在。深淵なる闇が生み出すダーカーを殲滅し得る唯一の存在だ。各惑星をめぐりダーカーの影響を調査し、その存在が認められれば即座に殲滅する。それがアークスの任務である。ことここに至るまでには大きな回り道があった。悲しい出来事も、あまたの喪失も起こった。しかしそれでもオラクルは、アークスは今もある。ヒューマン、ニューマン、キャスト、リューマン、四種族の力を結集し、深淵なる闇と戦い続ける。終わりなき戦い。しかし彼らは決してくじけず、未来の希望のために戦い続けていた。新たなる深淵なる闇が生み落とされ、2年の月日が経った今、世界は新たなる危機を迎え入れようとしていた。しかし今こそ再びアークスの地でひときわ強くきらめく希望が目覚める時でもあった。はじめまして、私はシーラと申します。気分はいかがですか？あなたはご自分のことをしっかりとご認識なさっていますか？パーソナルデータを確認してみてくださいね。Thank you.
ソラ。ソラ、うん、まだまだ行け。はっまだ行ける。ほいまだだってのえいまだだってのはっまだまだ。こっちこっち、こっちですよ。おはようございます。気分はいかがです？あ、挨拶遅れました。はじめまして、私あなたの専属オペレーターとなります、シエラです。無事目覚められたようでよかったです。体にも、おや、首をかしげら、そういうことがあるかもと。ではでは、僭越ながら専属オペレーターシエラ、状況の説明をさせていただきますね。
あなたはですね、 AP238-2.5 他の終了任務のダーカーやダークファルス、深淵なる闇が長き封印から、結果かつてあなたが保護した少女マトイさんを、ですがその犠牲として、いやー、振り返ってみてもすごいことです。そんな人が今私の目の前に。すみません、説明途中でした。今現在、深淵なる闇の復活から2年ほどの時が経っています。驚くのも無理はないです。あなたは深淵なる闇との初戦の後、ダーカーユースの集中浄化のためコールドスリープに入ったんです。その間も深淵なる闇たちとの戦いは続いていましたが、ご安心ください、アークスは健在、宇宙も健在です。そしてついに、でもダーカー因子の浄化が終わったばかり。あ、でもこれぞあなたのための物語を紡ぎ出すもの、その名もストーリーボードです。